エルカチャンネルのショウです。キビタでーす。あ、いいぞ、今日もいいぞ疲れてるけど顔ははい、今回の動画なんですけど、焼肉に今から行こうかと思います。で、なんで焼肉に行く動画を撮るかって言いますと、ちょっと今日はキリト君を祝おうかと思いまして。お、あざす。はい、何でしたっけ、今日何をもらったんでしたっけ。牽引免許ですね。だそうです。見たかな、牽引がついてます。それのお祝いということで、まあお祝いっていうかこの間ちょっとみんなで食べる予定だったのが、できなかったんで、そう、誰かさんのせい、まあそれも踏まえてちょっと今日は焼肉食べに行きたいと思います。お疲れ様です。おめでとうございます。いただきます。じゃあちょっと肉の紹介で、さあ食べ放題にしたから最初になんか結構来ましたよ。なんか豚系も来たよ。さあ肉が焼け出しましたね。じゃあちょっとタレをもらおうかな。タレ何がありますか。ポンダレ、塩ダレ、はい、ピリ辛ゆずタレ、はい、ただの醤油面白いさあそれは何を入れましたか。これポンダレ。ポンダレ。じゃあ僕は醤油、いやピリ辛かないただきます。あ、おいしい。おいしいね。なんその反応薄いとうめっすよこれ。うん、いいですね。ジュージュー言ってるよ。もらっていくよ、うん、食べるよ、もうじゃんじゃん、うん、ある程度はいいと思うけど若干赤いけど、気のせい気のせいにはせんて、うん、赤身気になる人。いや、気にならない人。生でもいける人。いや、それ無理になるおいおいおいってなんこれ自分との量考えてよね。あらあらじゃねえわ、あらじゃびっくりする、なんかずっとなんか乗せていきよったっけいや、話に似てるけど、いやいや、わかるよさあさあ、あっという間に、あっという間に、まあ、まだ残ってるけど焼くのは終わっちゃった。さあ、追加で、さあ、追加の肉がだいぶ来ましたね。なんかさっきとは違うものが見えてますけど、これ何でしたっけ。ね、鳥豚のパンと、鶏の首ですね。あ、どうですか、玉の二人でこれはどうですか。たまにはまあいいかな。たまにはね、まあそう、しょっちゅうはね、しょっちゅうは無理だけどね。いやー、あー、すいません、ありがとうございます。いや、本当だったらウシーさんも来てもらえると。よかったですね。はい、
なかなか雰囲気は僕は落ち着けるんですけど、やっぱあれですかね、あの個室みたいになってるのがいいんですかね。これはいいよ。さあいただきます。なんかじゃんじゃん乗ってきよる。やべ、美味しいっすか。うん、あ、今ビデオ。ビデオ撮ってるんですか。焼いてるところ。ええー、なんか撮影かなんかかなっていうの。あ、じゃなくて。いや、撮影。あ、撮影なんですか。何撮影なんですか。YouTube の。YouTuber。なんで出してらっしゃいますか。エルカチャンネルっていうので出してるんですけど、まだちょっとしかいないから。あ、でもこれ今のこの回も撮られてる感じですか。あ、いや大丈夫です。切ります。問題なく切ります。大丈夫です。カットしてください。ちゃんとしときますね。大丈夫。なんかちょっと暑くなってきた。ちょっと暑くなってきたね。はい、すいません、失礼します。メロンソーダになります。じゃあうちの店が繁盛してるのか宣伝をしてください。よろしくお願いします。どんな感じであれなんですか。今日焼肉食べに行きましたみたいな。そんな感じですね。見ます本当に。アップしてくれるなら。エルカちゃんっていうで出てくるんですか。はい、すぐ出てきます。多分出てきます。エルカ、あ、全部カタカナで出てきます。一緒に出られてるんですか。ちょいちょい出てます。熊本の方ではない。いや、僕近所です。あ、そうなんですか。わお、近所に YouTuber さんがいらっしゃるとは。いえいえ、大したもんじゃないんですけど。他にもいろいろな方がいます。で、結構こんな感じよね。どっか食べに行ったとか、なんだかんだ、そんな感じですね。すぐに切ります。ありがとうございます。どうしよう、これカットじゃなくてたい、モザイクにしたらいいのかな。モザイクした方がいいんじゃないですか。カットじゃなくてちょっと俺的にちょっと、でもあれだよね、面と向かって言われるとちょっと恥ずかしいよね。あの、俺が借りてきた猫みたいになってたからね。あの、知ってる、俺のこと知ってる。初対面の人には俺人見知りするんだよ。うんじゃねえよ、おい。いやいや、ほう。見て、俺と小屋になったよ。こっち、俺だけね。何か問題でも。いやいや、全然問題はないんですけど。これ何、この長いの。この長いの何。鳥の首。鳥の首。へえ。面白いぞ。おかわりするんだろ。な、何が。そのなんだ、お腹いっぱいになってきたよみたいな。だって俺もうここに入っただけでもう3本目だよ。何がですか。はあ、それはどういうことを表すんですか。そらね、タバコを吸うってことはね、ちょっと腹が震えて一服するかというね。いやー、いいですね、楽しいですね、美味しいですね。格屋さん美味しいんですよ、ここ。お値段もリーズナブルでですね、あの、一応これの上も何個かグレードがあるんですけど、
あの普通にその値段的には一番下の部分のやつでいろんな結構な量あるんで、もう全然これで僕は満足してます。なんかデザートだって。やっぱここはねミニパフェよ。俺もなんか食べた方がいい？そうね。そうだな。じゃあ俺もミニパフェにしよう。お、なんか来ましたよ。これ何ですか？ガトーショコラですね。あれ、さっきなんかミニパフェかなんか言ってませんでした？品切れだそうです。ああ、残念だったですね。見てみたかった。まあいいじゃないですか。これはこれでよ、ほら。なんか当初ガトーショコラとか言ってたじゃないですか。まあね、ミニパフェを見つけたらせんかったけどね、最初。なるほどね。あら、まあまあ、じゃあちょっと食べてみてくださいよ。あれかな、やっぱその、なんだっけ、ホンダレかなんかにつけて食べるのかな。いや、ここはやっぱり醤油じゃないですか。醤油醤油なんだ。さあ、ということでですね、あの僕もミニパフェにしてたんですけど、右に同じで、ということで僕は雪見大福にしました。あー、うまそうに。うわ、いやいや、うまそう。はい、ちょっといただきますね。はい、いただきちゃって。どうしよう、半分に割ってからがいいかな。いや、そこは丸ごと一個。丸ごと、うん、はい、じゃあいただきます。はい、はい、ちょっと本当にいったよ、本当にいったよ。はい、ストップ。はい、ストップかかりました。それは丸ごと一個いっちゃうので、そうなるかな。うん、喋れないので、そら。え、カットした方がいいくらい。うん、はい。美味しかったですね。よかったです。はい。さあ、ということでですね、今回やってきたのは、こちら。どうですかね。はい、看板がちょうど見えておりません。炭火焼きの角屋さんでした。はい。美味しかったんで、また。ぜひ、はい、お願いします。はい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。